皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は意識低い系を突き抜けると逆に意識高い系みたいになるというお話をしたいと思っています。こうね、なんていうのかな、逆にね、振り切っちゃうってことはね、いろんなことがね、そうだなと思うんですね。タイトルの部分はちょっとさておきね、デジタルとかアナログをまず例にお話ししたいんですけども、デジタル化ってそのなんていうのかな、もともと例えばそのなんだろう、人にこう手紙を書くってすごいアナログだったものが、なんだろう、電話でね音声が聞けるようになったり、メールでね、電子文字が送れるようになる、まあ、もっと言うとその手前でポケベルとかがあってね、電話機からこうなんか分かんない、数字でこう文字を打つわけじゃないですか。なんかありましたよね、なんかよく忘れましたけど、あって、ポケベルとかあったし、メールとかあったし、あったしって紙もあるかあるしみたいな感じで、どんどんそのデジタル化が進んでいって、今はですね、そうだな、まあその生活レベルでいくと、ズームとかそこまで抵抗ないですよね、なくなってきてますよね。いわゆるビデオ通話が当たり前になったとっていう感じで、今言った電話とかメールとかポケベルとか、まあ、SNS とか、そして Zoom とかっていうこの変化を見ていくと、どんどんアナログ化していると思いませんか。最初のポケベルってめっちゃデジタルな感じしますよね。なんかこう数字をなんか頑張って打って、文字に変換してみたいなことだけども、それがだんだんね、まあ、電話とか、まあ、電話はあったのかな、元から、まあまあ、そのちょっとよりね、アナログに近いものをデジタルで実現していくみたいな。で、今やね、ビデオ通話、もう相手の顔を見て、確かにまだ2次元ですよ。2次元で平面なんだけども、相手の顔を見ながらね、お話ができるって、アナログに近づきましたよね、ポケベルに比べて。で、これがどんどん進んでいくと、まあ、あと、まあ、現にね、ホログラムっていう技術がありますよね。3D で立体的にその、なんだろうな、出てくるということで、もうほとんどそれが、クオリティ上がっていけばですよ、触れないだけであって、実際にその人のこと、まあ、3D のその、なんだろうな、データでしかないから、触れないだけであって、目の前にその人がいるかのように会話できる日って、そのうち来ると思うんですよね。で、まあ、ホログラムちょっと分かんない方はちょっと調べてほしいんですけども、まあ、そのホログラムってね、目の前に 3D で現れた相手と、会話ができると。でそのリアリティがどこまで、実現できるかは、まあ、技術次第ですけども、まあ、技術が追いついて、限りなくリアルに近い会話ができるときに、それってもう、まあ、触れないとか以外はもうアナログに限りなく近いですよね。なんならさらに、こう技術が進化して、そのホログラムで出てきてる人をなんか触れる、まあ、実際にその人を触ってるわけじゃないけども、その人を触ってる質感とか、その人の、匂いとか分かんないけども、本当にその人はそこにいるかのようにできれば、もう本当、そこにはいないんだけどもいるかのような、さらにアナログに近づくと、いうわけでございます。まあ、ちょっととんでも話をしてるようですけども、全然、普通にそういう未来が来ると僕は思ってるんですが、つまり究極のデジタル化っていうのは、結局はアナログを目指してデジタル化してるじゃんみたいなことなんですよね。アナログとデジタルがこうつながる日が来るみたいなイメージなんですよ。で、そこで今日の本題なんですが、意識低いっていうのも突き抜けるとむちゃくちゃ意識高い感じになるなと思いますね。僕自身ですね、むちゃくちゃ意識低いなと自分で思ってるんですよ。全てのものは無意味だなと思っていて、いわゆるニーチでいうところのね、ニヒリズムみたいなところですし、まあ、仏教的に言えばその空であるみたいな話になるんですけども、まあ、実際こういう記事を書いたらね、そういうコメントをいただいて、ちょっと面白いコメントがあって、仏典を理解できなかったニーチェの、仏教愛子らがニヒリズム、釈迦はニーチェの万倍どころではないみたいなコメントをいただいたんですけども、まさにね、
そんな感じで僕は結構釈迦とかニーチェが大好きですね、今同列で語っちゃいけないんですけども、そういうなんだろうな、意味ないよねっていうことを、ちゃんとロジックで言える人が僕は、すごく共感できるというか理解できますね。なんか意味があると思い込んでる人の方が危ういなと思ってるところがあります。で、まあ、そんな感じでね、意味ないって考えたらもう意味ないとか思ってる時点でめちゃくちゃ意識低いんですよね、意味ないのに頑張る意味ないじゃんって思うから、でも意味ないから頑張る意味ないだとちょっとつまんないですよね、だから意味はないんだけども自分がなんか意味感じられるものとか自分が楽しいとか自分が気持ちいいみたいなことは、を頑張ろうみたいな感じでやってます。なので、世の中のためとか、未来の、地球のためにとかそういうのは全くなくですね、かといって、なんだろう誰かをね、誰かのなんかこう制限したりとか、誰かに何かを強制したりとかそういうことはしないと。なんでかっていうと僕が意識が低い、僕にとって、大事なことがあるように人それぞれね大事にしてることとか、あるだろうから、まあ、それはまあそれでいいんじゃないかと。僕はこうだけどあなたはそうだよねってことであんまりね、無理やり交わらないようにしてるんですね。なので意識は低いけども、まあ、なるべく人に危害を加えないように、気をつけているというような感じです。で、まあ、その意味がないという前提に立った時に、まあ、さっき言ったみたいに意味はないけども例えばと眠たいな寝ようっていうのは自分にとって意味ありますよね、そのこと自体が何かこのように意味があるかってないけども自分が眠たい寝た気持ちよかったそれいいじゃないですかっていう感じで、美味しいもの食べたいなでもいいし、なんだろう自分が好きな人がいてその好きな人に何かしたいな何かしてあげたいなしてあげたいってこれちょっと、ね、上から目線ですけども自分なりにできることをやりたいなみたいな感じの、それって別に意味ないんですよ。別にその人に何かをそうしたところで何か意味あるかってないんだけども、自分がそうしたいからそうしたハッピーみたいな、そういう意味がないけども意味があることをやっていくみたいな感じで、僕は生きています。なのでなんていうのかなよくこのポッドキャストでも言いますけども、じゃあ地球温暖化をがした、ね、しちゃうともうやばいよともう、もう住めなくなっちゃうよみたいな住めない地域出てきちゃうんだよみたいなことですごい危機感煽ってますけども、それはその住めなくなる地域の人の、立場から見た世界観であって、僕がロシア人だったらあこのいてついた大地がもう活用できるじゃないかってことですね。どんどん地球が温暖化してくれたらいいなって思うわけですよ。なので結局どこからその問題を見るかによって、嬉しかったり悲しかったりするわけですから、地球温暖化って意味ないよねって話になっちゃうんですよ、意味ないよね意味ないんだけども自分の地域から見ると意味がこういう意味になるし、ロシアから見るとこういう意味になるって感じで意味なんてものはですね、その人の、見てる、視点とか経験とか、価値観とか、そんなものがね全部混ざり合って、その人が見たいように見てるだけでしかないんですよね。まだまあ、そういう意味では本質的な意味っていうのはない、絶対的な意味みたいなものはないとことだなと思ってますっていう感じで、まあ、意味ない意味ないと言ってでその中で自分が意味を感じられるものに、まあ、取り組んでいくとですねなぜかですね、なぜかじゃないねなぜかではないか、意味がないって分かってるからすでに引き算ができてるんですよね。意味ないこと頑張らないから、自分にとって意味あることしか頑張らないってことは結局何が起こるかというと自分が大事にしてることはめっちゃ頑張るんですよ。だってそれぐらいしかやることないから、自分にとってどうでもいいことはただでさえ意味ない上に自分にとってもどうでもいいわけだからマジで意味ないわけですよね。そんなことは、一切やらない、人間関係も、なんだろうなその人と付き合う意味なんてないんだからそもそもないんですよ。ないんだけども自分にとってその人のことは好きだから付き合いたいとか、なんか利害があるから、付き合いたいとかなんかあるわけだけであって付き合わなければならないみたいなことはこの世に一つもないと。意味はないからね、そうか時に自分にとって意味がある人と付き合っていこうと自分にとって意味があることを突き詰めていこうとかってしていくと結果、とても有意義な人間関係だったり有意義な活動だったりってことだけに囲まれるようになってくるんですよね。そうすると楽しくなってきますよね、楽しくなってくるから、どんどんやっちゃうんですよね。どんどんやっちゃうと、上手になるし、どんどんやっていくとそのなんだろうなそこで関わる人がまた出会う人とかも増えてくるから、共通のねいわゆる関心事でつながれる人も増えてくるしって感じで、めちゃくちゃ好循環になり始めて、
意味ない意味ないって言いながら、意味のある言葉まみれで生きていけるようになっていくということはですね、めちゃくちゃ意識高い感じになっていくとだんだんなんかこう活動しまくってる人みたいになってくるんですよね。面白いですよね。もう、出発点は何にも意味ないんだからっていうところは出発点なのに、何にもでも何にも意味がないからって、でもそれで生きてるってつまんないから、意味がないなりに自分が意味があることやろうってやってると、どんどん好循環に入っていって、自分にとって意味があることだけで生活が埋め尽くされていくっていうことになっていくんですね。なので、一見ね、そのニヒリズムというか、その無意味だよねとか虚無だよね、この世って虚無だよねって思っても、そこで止まらなければですね、意外とね、逆に意識高い感じになっていくよっていうお話でした。僕結構ですね、その分かんないけど意識高い人みたいに見られることがあるんですけども、むちゃくちゃ意識低くて、意味なんかないからやめたいんだったらやめちゃえばって思ってるんですよ。僕はじゃあだってこのポッドキャストなんて、ね、1円にもならないわけだし、いつでもやめてもいいわけだけども、僕はやりたいから、僕は意味を感じるからやってる以上なんですよね。そういうことってなんかこう楽しいじゃないですか。で、その結果ね、出会う人とかもいるし、なんか楽しいじゃないですかってやってたことが、そうやっていろんな人の縁につながっていたりとかしてですね、とてもね、不思議なことだなと思ってます。まあ究極のデジタル化がアナログ化みたいな話と一緒で、究極のね意識低い系はですね、意識高い系みたいになってくるというお話でした。意識高くならなきゃいけないとかって思ってる人は、でそれがきついって思ってる人は、意識を高めるんじゃなくて、もう意識をもう極限まで下げていく、もうこの世に意味なんかねえよってところまで極限まで振って、見るっていうのも一つの、戦略かなというふうに思いますんで、そうやってね、意識高い系を、になれない、なりたくない、きついっていう人はですね、ぜひ意識不風景でね、振り切ってみてはいかがでしょうか。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。